変と不変の心、マルゲンの技で自信を持ってお届けします。鍛冶王国長野県で高いシェアを誇る剪定のこぎり、イエスものづくり。今回は使いやすく長持ちするのこぎりを作る須坂市のマルゲンのこぎり工場をご紹介します。マルゲンのこぎり工場ののこぎりは全国の鍛冶農家や庭師の方などに愛用されています。その理由は切れ味と使いやすさにあります。私ども先々代からお客様本位って言われ先々代が言ってるんですね。やっぱりお客様本位でのものづくりっていうのを大切にしている会社なので、お客様からいただいたご意見に真摯に向き合って、よりいいノコギリ、お客様のためになるようなノコギリを、作ることが、一番心がけているというか大事にしているところではあります。100年続く伝統の技術は機械化され見事に受け継がれています。たゆまない製品開発の努力により数多くの特許を取得し、切れ味と耐久性に富んだ替え刃式のこぎりを作り上げています。ほとんどの工程は機械化されていますが、この狂い取りだけは人の手と目が頼りです。もう何千丁とのこぎりたくさん作ってるんですけど、その一丁一丁が一人一人のお客様に届くことを意識して、一丁一丁丁寧にやるようにしています。今のノコギリの状態で満足しないっていう姿勢が、じゃあ具体的に今後どういうふうに改良していったらいいかっていうような、制作、一からのノコギリの制作のところに携わって、今後100年、200年、次世代に続くような会社に、しっかりしていきたいと思ってます。イエス。